女性に対して創設された英国爵位一覧は、その女性の権利として授けられたイングランド貴族爵位、スコットランド貴族爵位、アイルランド貴族爵位、グレートブリテン貴族社会及び、連合王国貴族爵位を、君主ごとに列挙したものである。本記事に挙げる、女爵令は現存、廃絶、停止もしくは休止の是非は問わないが、爵位に対する継承条件や紋章といった事項は、 各個別記事に譲るものとする。なお、本記事は、親族より借位を継承した、有借女性は除くほか、1958年一大貴族法成立以降に、急増した、女性有借者は含まない。古来より女性が借位を帯びることは珍しくなく、女系継承を許す借位の規定に従って親より相続する例が見られる。ただし、 女性自身が爵位を得ることは大変珍しく、16世紀以前に遡ればわずかに3例を数えるのみである。また、仮にその女性の権利として爵位を封じられたとしても、1958年一大貴族法成立以前は貴族院に議席を得ることはできなかった。こうした女性の権利たる爵位が創設される理由は以下のものが挙げられる。以下は年代順に、 君主ごとの女性に対する借位創設をまとめた一覧である。また、一覧中の S はスコットランド貴族借位、I はアイルランド貴族借位、ギガバイトはグレートブルテン貴族借位、UK は連合王国貴族借位をそれぞれ指すものとする。ただし、相続によって借位を帯びた有爵女性も1963年貴族法施行以前は同様の状況であった。 すべて、イングランド貴族借位。オファリー団借位のみ、アイルランド貴族借位であり、これ以外はすべて、イングランド貴族借位。クレーモンド卿くらいのみ、スコットランド貴族借位であり、残りはすべて、イングランド貴族借位。スタッフォード団借位は、世襲貴族借位だが、メアリーの夫スタッフォード卿が、主権剥奪処分を受けていたため、子孫に借位を継承することができなかった。 特に断らない限り、イングランド貴族爵位。突起ない限り、イングランド貴族爵位。突起ない限り、グレートブリテン貴族爵位。突起ない限り、グレートブリテン貴族爵位。突起ない限り、連合王国貴族爵位。より上位の爵位の従属爵位として現存する場合は、括弧書きの中にその行為の爵位名を明記する。突起ない限り、 連合王国貴族借位。特に断らない限り、すべて連合王国貴族借位である。特に断らない限り、すべて連合王国貴族借位である。より上位の借位の従属借位として現存する場合は、括弧書きの中にその行為の借位名を明記する。特に断らない限り、すべて連合王国貴族借位である。特に断らない限り、 全て連合王国貴族爵位である。ありがとうございます。